とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。タワーシーズン5始まりました。まだね、裏技が使えます。多分3週間もあるから修正は来るんじゃないかなとは思うんですけどね。でも今のところ裏技で、1周15分ぐらいかな、それぐらいで回ることができてすごく楽ですね。ということで今日は5周やっていきたいと思います。ではまずは1周目いきましょう。意外とここのボスが強いんだよね。意外と強いのよ。ちょっとミスればやられてしまうので、まあミスらないようにいきましょう。しゃあ、結構ねこのイリュージョンなんて強いんだな。そこだろ、当たんないんだよね。なんか攻撃が、攻撃がね当たらないことが多々あるんで、ちょっとねきついんだわな。あ、いた、どこだ当たりは、お前か。あ、いたいたいた。はい、まあ、とりあえず、倒しましたね。1周目の報酬見てみましょう。なんだ、おー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 おおお、いやいやいや違うわ。違う違う。ポーションバリアが見えたから、おもしかしていいやつかと思ったけども、クールダウンついてないっすね。ダメ。他も良くないでしょ、どうせ。ダメだね。ツインボーもよろしくない。ツインボー売りましょうか。うん、アイテムも結構いっぱいなんで。これを打っときましょう。では2周目頑張るぞ。それでは2周目到着です。やっぱりね裏技は便利だね。むちゃくちゃ便利。うん、まあ早めになくなるとは思うんですけども、おいおいおい、なんでなんでこれダメージ入らないかな。ダメージ全く入んないんだよね。イリュージョナずるくない？イリュージョナ絶対ずるい、こいつ。オッケーオッケー、わかりやすい。もう、テンポセットで、色が変わってるから、もう一目瞭然だね。丸わかり。でも、なんで攻撃当たんないのかな？あれ、もともとそういう感じだったっけ、あいつ。わかんない。まあいいや。とりあえず2周目。次は何が出るかな？緑か。あー、ピンクスコンドレル。緑ね。なんかすごいソウル系のエンチャントがありますね。いや、使わないかな。ピグリンの誇り。これももちろんいらないしね。ピンクスコーンドレルワンチャンあります。どうだ？ダイナモがついてない。シクールダウンショットもないね。まあ、これ売りましょうか。残念。では、3周目、いきます。それでは3周目、行ってみましょう。これいちいちね戻らなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいんだけどね。でもね、1回から30回まで正直に行くよりもまあまだマシかな。あぶね、なぜダメージが入りづらい。なぜだ。よし、 OK、 あと1発 OK。まあ、なんか回避率が高かったりするんでしょうよ。そういうことにしておきましょう。では見てみましょう。3周目何が来るかな。まだシーズン5に入っていいやつは一度も出てません。それはもちろんか、まだ始まったばっかりだからね。カリウドもちろんいりません。パープルストームがワンチャンあるな。パープル、いやー、どうなの？どうなの？ダイナモ貫通ついてる。いらないでしょ。いらないっしょ。
いや、パープルストーブではいらないよ。パープル、パープルで無限ダイナモン使ってもな、ちょっと微妙だよね。で、ワールウィンド、どうすか。まあまあ一応これ取って使ってみて微妙だったら売るか。いや、パープルには向いてないでしょ。まあまあいいや。とりあえず3周目。そこそこ当たりかな。それでは4周目到着しましたね。行ってみましょう。最初から出しとけ。もうちょっと簡単な倒し方があればいいけどな。若干ね、面倒なんだよね、倒すのが。もうなんだろう、この本体っていうのはなんか分かりやすくもう今ねなったんだけども、もうちょっと簡単にいけないもんかね。ちょっと難しいな。まあまあ、でも1体はね結構簡単に葬れるので。そうね、なんかちょっと装備を変えてきた方がいいのかな。近接で行った方がいいかな。まあまあ いや、ちょっとそれもちょっと調整しながら行きましょう。では4周目、どうだ。星ある。お、結構今日のやつはワンチャンありえるやつがあるよね。まあ、ダイヤモンドツルハシ、悪くないな、悪くないな。旋風衝撃波とエーリカ。悪くはないんだけども、まあ、使わないですね。横の一番右から見てみましょう。フロストから。フロストバイト、クールダウンない。っていうことでダメですね。星よる。ダイナモか。ダイナモが黄金ですか。で、エンチャ使いにくいな、ちょっとこれ。このエンチャは使いにくいな。まあまあ、星よる打っときましょうか。では、ラスト、いきます。それでは、ラスト。行きましょう。ちょっとね、倒し方を変えてみようと思ったんだけども、やっぱやめといた。下手に事故って死ぬよりは、まあ今の方がまだマシかな。やられることはもう、まずないんで。でも、この攻撃が当たんないのは、なんとかしてほしいんだよな。なしで攻撃が当たんないかな。なんだろうね、敵が無敵スキルみたいなのがあるのかな。やばこいつの回避率はもう大したもんだわ。よし、ではラストですね。何か出てきてくれるかな。お願いします。爆発したらやっぱ出るでしょ。最後の最後、渋いぞ。まあ、しだれ、いれいません。クールダウンショットがついてても、これは使わないかな。弾数が少なすぎる。ベイビーももちろんいらないっしょ。でもまあ、ダイナモがあれば、使える可能性はあるのか。まあ、そうね、全体的に、弓って、そうだね、無限ダイナモが出てきたんで使い道としてはあるね。ワンチャンあるんだ。グリーンメナス、これはどう。ダメだね。これだな、これ打っときましょう。残念。普通に周回してたら出ました、フロストアーマー。もうすでにいいやつは持ってるんですけども、こっちの方が確実に強い。こっちがいいね。クールダウン
稲妻フォーカス、ポーションバリアだね。フロストアーマーものすげえ耐久力高いんで、これにポーションバリアがついたって、これはすごく使えるやつが出ちゃってます。やっぱり撮影以外の方が出るんだな、不思議だねこれ。はい、ということで、急遽いいやつが出たのでエンディング撮り直しです。まあ何も考えずに行ったらやっぱり出るんだな。こう構えて撮影するとちょっと、あんまり出ないような気がするんだけどね。何なんでしょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。